番最初にさ手にしたエキゾチックの機はこれだよね。そうです。あの僕もともと G&L っていうメーカーを使ってて、で、そことのそのいろいろ、まあ、エンドースみたいなのが切れたので、なんか、まあ、ストラップタイプを探してたんですよね。で、ひょんなことからエキゾチックを、紹介してもらってですね、使い始めて、やっぱ一番最初に引いた印象っていうのはこうフィンガリングのストレスがないっていうのが、で、まあその一つの要因としてはこのジャスカーのフレットっていうのがあって、もうこのフレットが僕大好きなんで、結局全部のギターこれになってますね、今家にあるやつは。なんですか、ビブラートがこうすごい力を抜いてできるというか、まあ後で皆さん試せるんですけど、まあ、ぜひ試してほしいなと思うんですが、じゃあこの XS3、 これも、アルダーボディの、メープルネックローズシバンですね、これは。で、ハムシングルハムという。ではちょっと音出してみましょう。はい。こんな感じなんですけど、なんかやっぱローズ指板にするだけでこう帯域がフォーカスされるっていうかね、なんだろう、ギュッとする感じがあって、すごくまあ弾いてて気持ちいいですけど、こう暴れる感じは少しなんかないかなっていうか、落ち着く感じがありますね。あの普通なんかこうメープル指板のギターってなんかバキッとする印象ってあるじゃないですか。輪郭がなんかはっきりしたような、なんかアタックがすごい強い、まあそれは多少やっぱりあるんですけど、でもなんかエキゾチックのメープルシバのギターってローズよりもこうなんかミドルのふくよかさがあるというか、これはすごいある意味バランスがすごくいいんですけど、こっちはなんかちょっともっとミドルがこう押しの強いというか癖のある感じかなっていう印象ですね。はいはい、僕実はアッシュをエキゾチックの前のギターずっとアッシュを使ってて、でやっぱアッシュってすごいこうローの押し出し感というのが強くて、だからやっぱ太く感じるんですよね。まあ、アッシュはやっぱりロックなサウンドが絶対しますね、アルダよりも。そうですね、ちょっとワイルドなイメージ。そうですね、ちょっと弾いてみたいと思います。ですね、思ったよりこう暴れないというか、でも張りが全然違うね。そうだね、うん、すごい。でもやっぱローは出るね。うん、ロー。これもでも基本的には僕のやつと似てますよね。メープルネック、メープルシバン、これもバーズアイメープルですね。なんか俺そういえば気になってたんですけど、なんか俺のギターのネックって白いじゃないですか。はい、あれなんだかちょっとこう茶色いですよね。あ、これはですね、あのネックの塗装の仕方をちょっと変えてるんです。あ、そうなんですか。はい。で、これはボディは、はい、ボディはアッシュですね。ですね。ずっしりきますね。割と重めのアッシュを選んだ感じがしますね。
ありがとう。伴奏してくれて。やっぱいいですね。これいいね。うん。やっぱなんか僕のモデルよりもアレンの仕様の方がやっぱりこうなんていうのかな、アタックが強いっていうか。うん、聞こえるね、ハギパンで、うん。そんな感じがしますね。あのこんなにミドル膨らまないですからね、あのフェンダーだと。アタッキーはアタッキーになるんですけど。粘るよね、音がすごい。うん、粘りがすごいあるかなという。まあでもエキゾチックの印象って結構皆さんそうじゃないかなと思うんですけどね。粘り系というか。はい。